皆さんこんこにちはえー,心理カウンセラーの田健太郎と申します、えー、っとただいま絶賛2020年ケンちゃんカレンダー、えー、データになりますが無料プレゼント中でございますまだの方はよかったら概要欄からお申し込みくださいえー、前回の動画ご覧いただけましたでしょうか、えー、今本当に、えー、コロちゃんの騒動でですね まあ不安になったり心配になったりとか、まあ自分ではね、あんまり影響を受けてないようでも、意外と深いところでね、やっぱり僕でも多分そうだと思います。感情がですね、結構揺さぶられてる人が多いんじゃないかなと思います。そうするとどうしても体の調子が、えー、なんだろうね、いつもよりちょっとパフォーマンスが落ちたりとか、なんとなく、えー、その体がですね、憂鬱になったりとか。 する方も、えー、多いんじゃないかなと思い、前回自律神経をですね、簡単に整えて、えー、もうすごく効果的な、えー、呼吸法をお伝えさせていただきました。えー、お金がかからないことですので、ぜひ、えー、お試しください。で、えーと、僕がですね、まあこういういろんな勉強をさせていただいたときに、今でもすごく印象に残っている言葉があるんですが、生、えー、と動の両方のバランスを取り入れて、 その時間を持つといいよっていうふうに教わったことがあるんですね。えー、誰の教えだったかちょっと忘れてしまったんですが、多分どっかのセミナーでですね、教えてもらったことがあります。要は、生っていうのは静かな方の静ですよね。生と動要はどちらか片方じゃなくて、えー、動っていうのは動くこと。まあ、体を動かすということですよね。まあ、あの、運動したりとか、えー、まあ散歩とか、 あの、ジョギングでもいいかもしれないですが、なんでもいいので、とにかく体を動かすことと、えー、性というのは、まあ、瞑想したりとか、まあ、瞑想じゃなくてもいいんですけれども、えー、とにかくリラックスしたりとか、えー、昨日お伝えした、あの、呼吸法も性の部分になるかと思います。とにかく自分の心を落ち着かせて、まあ、自分の内面とちゃんと向き合って繋がる時間と、えー、どちらかというと活動的に動く時間と、その、 人間には両方のバランスがないと、えっ、ー、と、いけないというかですね、あった方が、えー、調子がいいということですよね。で、えー、まあ世の中には、まぁ、陰陽の法則とよく言われますけれども、えー、まあ、男がいれば女がいるみたいな感じでですね、えー、まあ、大体、えぇ、ー、暑いがあれば寒いがあるとか、えー、そういうふうに、両、えっ、ー、と、真逆のものが、 え、両方存在してバランスを取ろうとしているわけですよね。だから、悲しいがあれば、えー、苦しいがあったりとか、まあ、そういうことでバランスを取ろうとしています。なので、えー、私たち人間にとってみても、えー、静かという性があれば、えー、活動的な銅、その両方を自分の中で意識的にバランスをよく取り入れてあげるとすごくいいんじゃないかなというふうに思います。で前回の動画で、呼吸法、まあ、自分と、 内面と向き合うことにもつながると思うんですけれども、まあ、自分リラックスして、えー、姿勢の方ですよね。の呼吸法をお伝えしました。で、今日はもう一つ銅の方をお伝えしたいかなと思うんですが、銅、まあ、はですね、まあ、よくなんか好きなスポーツとかがあったりとか、えー、マラソンやっててジョギングよくやるよとか、まあそういう方はもうそれで全然 OK だと思います。で、僕カウンセリングをやったりとか、ワークショップとかグループセッションやったりし、 るに、まあ、結構この体を動かすということも、えー、テーマとしてよく出てくることも多くてですね僕がですね一番おすすめしてるのがあのー、まあこれは買わないといけないんですけれども、えー、結構ねミニトランポリン。 検索するとですね、いっぱい出てくると思います。家の中でできるミニトランポリンっていうのが売っていて、そこにね、ぴょん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 跳ねてる。で、これがですね、結構ストレス解消にもなりますし、えー、体の下半身の筋肉の強化にもなりますし、えっ、ー、と、全身のですね、血流とかリンパの流れとかもすごく良くなります。さらに、えー、脳のですね、まあ、セロトニンのホルモンとか、えー、そういう脳内神経物質の良、えー、い,い、えー、ものが分泌されると言われていますので、あの、 基本的にまあミニトランポリンでぴょんぴょん飛ぶのもそうですし、反復運動って結構いいんですよね。だからジョギングとか散歩っていうのは結構ウォーキングっていうのは理にかなっていて、あとはまあトランポリンがなければあの縄跳びでもいいと思います。同じ動きをトン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 ,トン,トンってして,るのしていると、すごく脳にあの影響がいいみたいですで。さらに体も使うことになるので、自然と呼吸も深くなるし、体の筋肉もできてきます。 でね、体の筋肉ってね、ほんと使わないとあっという間に落ちちゃうんですよね。で特にこう今自粛自粛で、 うん自分ではそんなに意識してないかもしれないですが、普通にね、外に仕事に行ったりとか、普通に生活していると、意外とね、歩いてたりとか、意外と筋肉を使ってたりするわけですよね。えー、車に乗って、えー、乗ったり降りたりするときにも筋肉を使っていますし、電車で通勤していたときは階段を登ったり降りたりとか、まあ、ちょっと歩いたりとかですね、えー、仕事場でデスクワークだったとしても、椅子に座ったりとか、立ち上がったり、何かコピーを取りに行ったりとか、意外と体の筋肉を使ってたりするんですよね。 でも家からあんまり出なくなると実は筋肉を使う量っていうのはめちゃくちゃ減っていると思いますのであの意識的に使うことをやってあげた方がいいんじゃないかなという,ふうに思います。でえーとーまあ、例えば、まあ、いろんな工夫をしてあげてもいいんですよね。例えば僕、今、事務所で撮ってますが事務所にはこれちょっとバランスボールを置いたりとかですね、はいまあ、僕は趣味でテニスをやっていまして、まあ、この非常事態宣言が出る前はですねだいたい週に2回から3回ぐらいは えっと、テニスをやっていたので、あの、それでもう体を動かすことをしてたんですが、もうなかなか今ですね、コートが使えなくなってしまって、で、たまたま、えっ、ー、と、先日一週間ぶりぐらいにちょっと、えー、できるところがあってですね、やらせてもらったんですよね。そうしたら、まあ、こんな時にテニスやるってやってるのかって怒られそうですが、まあ、テニスって別に人とですね、そんな密着しないので、で、屋内じゃないですかね、屋外でやってるので、まあ、よ、よっぽど大丈夫だなと、逆にですね、あの、 そのコートとか閉鎖しなくてもいいんじゃないかなと思うんですけれどもで久しぶりに1週間ぶりに1週間空いただけで。 あれこんなに硬い力ないのかなと思うぐらい、あのー、全然もう体がですね、ついてかないんですよね。なので、本当に人間の体ってですね、えー、使ってると、えー、と、その、維持しようとするんですけど、使わなくなるとですね、急に衰えるので、思った以上に何かトレ、あのー、ま、トレーニングとまではいかなくてもですね、えー、ウォーキングしたりとか散歩したりとか、あのー、ちょっと軽いジョギングしたりとか、あのー、まあ、縄跳びしたりとか、 まあ、ミニトランポリンでね、ぴょんぴょん跳ねるとかですね。で、お子さんがいる方、ちっちゃいお子さんがいる方とか、結構ね、ミニトランポリンね、子供がやってもめちゃくちゃ楽しみますので、あの、子供のストレス発散にもすごくいいんじゃないかなというふうに思います。えー、ぜひ色々と試してみてください。で、あとはそうですね、僕の場合だと、例えば今テニスができなくなっているので、その分体を動かすことをしようということで、えっ、ー、と、ちょっと筋トレを、 やってます、まあ、体幹トレーニングと、まあ、昔はね、結構テニスや、頑張ってやってた時は、毎日やってた時もあるんですが、最近ちょっとサボり気味でだったので、せっかくこの自粛期間中に、よし、体をちょっともう一度、えー、作ってやろうと思いまして、まあ、毎日今、あの、体幹トレーニングと、 えっと、まあ、3日間日替わりでですね、まあ、腕立て伏せの日、えー、腹筋の日、え、あとは下半身の足のトレーニングの日っていうのを、えー、ローテーションでやっています。まあ、そんな大したトレーニングではないんですが、まあ、それもですね、久しぶりにやってみるとですね、もうすごい筋肉痛になってですね、いかにこう、サボってたかっていうことがよくわかるんですよね。で、筋肉ができると、まあ、特に下半身の筋肉をつけてあげるっていうのはすごく大事で、えっ、ー、と、前回もお伝えした、あの、自然療法家のですね、アンドル・ワイル、 博士のです、ね、本とかにもです、ね、絶対出てくるのがです、ね、とにかく歩けと。もう歩くことが一番あの健康に、自分の健康にプラスになるから、で歩いてると、体動かしてるので、自然とです、ね、呼吸も深くなるんですよね。自然と呼吸も深くなりますし、筋肉もできるし、全身の血液の流れも良くなるし、リンパの流れも良くなる。さらにまあ日中であれば、えー、日光も浴びて、 えー、ビタミン D とかをせが生成されやすくなったりとかですね、あの、セロトニンが分泌されやすくなったりとか、いいことずくめなんですよね。まあ、あんまり激しいスポーツは、またね、逆に、えっ、ー、と、良くないっていう説もありますので、まあ、軽い、 あの、ウォーキングとかですね、軽いジョギングとか、あと、まあ、サイクリングとかもいいかもしれないですよね。そういうのを何か自分で工夫しながら、えー、動くという方、性じゃなくて動の方も一緒にセットで、えー、取り入れてあげるといいんじゃないかなと思いますで。もし何らかの事情でですね、あんまり歩けないわとか、えっ、ー、と、外に出るのが怖いとか、そういう方がいましたら、あのー、よく噛むことですよね。 ご飯食べる時に噛むっていうのはなんかめちゃくちゃ体にいいらしいですね、まあ。唾液が出るっていうのもそうかもしれないんですが、噛むことっていうのはあのめちゃくちゃ体にいいみたいですので、あのー、歩けない方は、えー、よく噛むっていうことをぜひ取り入れてみてください。まあ、歩ける方もよく噛む取り入れてあげるとよりなおいいかなというふうに思います。えー、と前回の動画でですね呼吸法についてお伝えしますので、ぜひそちらもセットで、えー、意識して取り入れてみると面白いんじゃないかなと思います。 えまあ大変な時期ではありますけれども、とにかくえ先ほど言ったみたいに引用の原理でですね、やっぱり不安とか心配っていうのが僕らどうしても感じてしまうと思いますので、不安や心配があれば、今度それと別のですね、楽しいとか喜びとか、 家族で向き合って支え合うとかですね、そういう優しさとか豊かさっていう方も同じぐらいバランスよく意識して取り入れてあげると自分の人生のバランスっていうのが取りやすくなってくると思います。なので少し前にですね、優しさの種まき運動っていうのを僕させてもらって、 たんですけれども、それも結局そういうことなんですよね。えー、不安や心配がどうしても大きくなってきてしまうので、えー、優しさとか思いやりとか、えー、精神的な豊かさですよね。そこを自分たちの中で出したりとか思い出すことによってバランスが取りやすくなるっていうことが言えるんじゃないかなというふうに思っています。なので、えー、ぜひ皆さんも取り入れて、えー、活用してみてください。それではまた会いましょう。バイバイ。 皆さん、えー、最後までご視聴いただきましてありがとうございます、えー。今後も少しでも役に立てる動画を配信していこうと思っていますので、よかったらチャンネル登録の方よろしくお願いします。そして、えー、人生を大きく変える小さな気づきというテーマで、えー、毎日ブログを更新しているんですが、えー、無料でメールマガジンでも配信をしています。よかったらメールマガジンの方もご登録お願いします。詳しくは概要欄をご覧ください。